時刻は4時になりました。9月26日金曜日、通常このお時間は同様のお時間なのですが、本日特別番組お帰国初ソーシャルラジオをお届けいたします。毎月1回沖縄国際大学福祉ボランティア支援室に FM 読谷の特設スタジオを設け、トークセッションをお届けいたします。ラジオは 78.6MHz、 インターネットでも配信しています。 FM 読谷のホームページからご覧ください。番組のご案内役は FM 読谷パーソナリティ金城玲子がお届けいたします。またこの1時間は画面上に字幕が出ますのでご覧ください。それでは皆さん、自己紹介からお願いいたします。産業情報学科2年の富田川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、社会文化学科1年次の上野翔之助です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。法律学科1年次の田畑修香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、萌子さん。英米言語文化学科4年次の明名萌子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。人間福祉学科心理カウンセリング専攻4年次の玉木彩子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社会文化学科3年次の神谷瑠美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、福祉ボランティア支援室で、社会貢献活動のバックアップしてます稲垣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はまたね、3人学生にですね、裏方さんも、してもらってますね。今日ノートテイク入っていただいているのは、又吉真奈美さんです。はい、それから近所翔くんですね。はい、そして、カメラですね、セカンドカメラ自分で映る映れるはい、中本優也くんですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は4人のね、障害を持っている学生に、はい、がメインで入っていただいて、まあ、富高青くんからちょっとどんなこのハンデがあるのかっていうのをちょっと簡単でいいから自分で話してほしいんですけど、言える？はい、私は手に障害があって文字が書きにくいっていう障害です。うん、はい、はい。自分は脳性麻痺という障害で、主に手足がうまく使えないっていうのが主な症状です。車椅子なんですね。はい、はいはい、そして私は同じく脳性麻痺という障害で、右半身麻痺で、右手がちょっと使うのが難しいという状態です。同じく車椅子ですね。はい、はい、そして萌子さん。はい、はい、私は視覚に障害があって、それで弱視っていう状態です。全く見えないわけでも、普通に見えているわけでもないっていう、見えにくいっていう状態です。はい、白杖、白い杖を、はい、歩くときは普段は利用して、はい、歩くときはやっぱり遠くが見えづらいっていう症状があるので、白杖を使ってこう足元を確かめながら歩いています。ということですよね。はいはい、青くんはなんか脳性麻痺で、授業とかは大事で書けないから誰かが書いてもらう。はい、自分も自分でメモを取るんですが、後を読んだ時に汚くて読みにくいから代筆をお願いしています。代筆を使う、そういうことですね。はい、はいはい、じゃあ先生、今回は、テーマはどんな内容なんでしょう。今日このエレベーター乗せてというね、はい、題、なんかストレートでね、直球勝負の今日は題やったんですけども、はい、これのなんか心をちょっと誰かに話をしてもらいたいんですけども、はい、どうしようかな。これは翔之助くんに聞いた方がいい。この今日はエレベーター乗せてという今日タイトルをこの番組につけた、はい、この理由なんかをね、翔之助くん的にちょっと喋ってみてくれたら嬉しいんですけど。まあ、普段からエレベーターは利用してるんですけど、やっぱり人が多くいたりとかして、使いたくても使えない状況っていうのがあって、でこの状況を少しでも改善できたらいいなと思って今日は参加してます。はい、はい、普段授業に行くときに、はい、階段は使えないですよね、はい、車椅子だから。これ修香さんもそうだけど、うん、
ね、その時エレベーターを2人とも使うんだけど、そのエレベーターがきちんとあるんですね。大学には各建物にあるけども使えない。これ使えないのはなぜかというと、今正之助が話をしたようにいつもいる場合なんですね。そして、まあ、1階から乗るときは乗れる、まあ、人がいなければすんなり乗れるんですけど、うん、まあ、人が多いときは何分か待ったりとかして、うん、そういう状況が何度か見受けられたので。そうですよね、はい。でまあ、1階から乗るときはいいですけども、例えば2限のときに3階とかに行って、次3限が2階にあるときはエレベーターを使って移動するときにエレベーターの前で待ちますよね。はい、ね、そのとき周華さんとかはどうしてますか？3階から2階に2限から3限で移動するときにエレベーター待つときなんかどんな？学生によってはやっぱり、あの、心よくあどうぞって言ってくださる方もいるんですけど、うん、やっぱり先に乗られちゃったりとかして、うん、まあ、かなり待つ時あって、まあ、ギリギリだったり遅刻したりとかいう時が何度か、はい、あります。あるよね。あの、4階からこうエレベーターが降りてきて、3階から2階に行こうと思って3階で待っていてもいっぱいだったりしたら乗れないですよね。でそのままエレベーター、まあ、行くこともあると思うし、その時に車椅子の学生、次の授業に行きたくてもですね、結局そういうエレベーターを5、6回ぐらい待ったりすることも、あったりするっていうんですよね。ということは10分しか休みがない中で移動ができない。で当然教室の中でも車椅子の場所っていうのはやはり限られた場所なので、そこになかなか行く時間も取れなかったりするわけよね。そういうような、問題があって、これを、正之助くんとか周華さんがこの状況をなんとかね、やっぱり変えていきたいということで、少し頑張ってですね、はい、いろいろ声かけをし始めたんですけど、どんなことをやったか、これ正之助くんに聞こうかな。どんなことをやりました？まあ、自分でこの、例えば、あの、乗りたいですと言えない場合にこの紙を作って車椅子に貼ってもらったりとか、そういう工夫をしました。車椅子にこの紙を貼って譲ってくださいっていう、自分で言える分にはいいんですけど、やっぱり中には自分みたいに言えない人もいるので、そういう時に代弁してもらうような感じで伝えてはいもらったりとかね、はい、いうことをやったり、あとはその大学の学内で、いろんな人にこの状況をなんとか変えてほしいんだというような、そんなこととか話をしたり したことあるのかな。周華さんでも正之助くんでもいいですよ、どちらでも。周華、そうですね、あの、やっぱり自分も友達とこう大学でも接していく中で、あの、私の友達からも、私と接していくとやっぱり学校のバリアフリーとか、もうちょっとエレベーターに関して、あの、優先してほしいっていうことが、あの、分かったっていうか、もうちょっと自分でも気をつけようと思うっていうことを、なんか私と接していて友達自身もそういうことに関心を持ったというか、気づかされたということを言われたことがあるので、そうですね、もうちょっとそういう人が増えてもらえればいいなと思います。少し増えてきた感じはある？そうですね、割と、あの、私が所属している学部の学生は優しい人が多いので、あの、譲ってくれますし、あの、まあ、見たらこう、なんていうの、周りの人にも声かけして階段で行こうとかって言ってくれる人もいて、割と優先してくれるのですごく助かってるんですけど、先生たちもなんか配慮とかしてくれるようになってきたのか。そうですね、先生たちもいたら
階段で行きなさいとかっていうことは言ってくれるので、ああじゃあっていうふうに階段で言ってくれる人もいるので助かってます。じゃあ2人がこう動くことによっていろいろ学校内の機運も変わってきた感じはある。はい、2人とも1年生なんですよね。入ってきて、なかなかこういう授業間の移動がしにくい中で、やっぱり自分たちからなんとか声を上げて変えていかなきゃということで、動き始めたんですけどもね。先生、エレベーターの中に乗ってる学生さんたちはどういうまた目線で見てるんですよね。これどう感じたりする？エレベーターに乗ってる目線が他の学生たちの目線っていうの。やっぱり皆さんのようには階段を上がるっていうことは難しいので、エレベーターを使わないと移動できないっていうことは皆さん分かってくれているとは思うんですが、やっぱり皆さんも他の人も急いでるので、乗らないと階段よりこっちの方が早かったりとかって思うのかもしれないですけど、こうなんかやっぱりね、こちらとしても乗りたい気持ちもあるけど、他の人のこう気持ちも分かるっていうか、だからこうあんまり言葉にしてすいません乗せてくださいってこうみんなが急いでる時には自分だけっていうことはあんまり言えなくて、こう待つ場合が多いですね。なるほど。萌子さんなんかは視覚に障害があってエレベーターは使ったりするのかな？そうですね、場合によっては使えます、やっぱり3階まで上がる、3階とか4階とか、ちょっと距離が長い場合なんかは、そうですね、やっぱり荷物が重かったりするので、拡大資料ってこう結構大きくて分厚くて荷物が重かったりするので、そういう場合は使いますね、エレベーター。階段とかも使っては移動はできてる、白状、白い杖をつきながらも、どうにか動いてる。ただ、例えばその学校の9号館の階段とか狭いところだと、もう人がすごいわーっと押しかけるので、授業の前とか、外とか、ちょっと怖いですね。階段に人が殺到してる時っていうのは見えない状況の中で、なんとなく人がたくさんいるのはわかるけども、それがこうどういうような群衆になってるのかわからないという感じですね。やっぱぶつかりそうになったりとかするので、ちょっと不安ですね。萌子さんの場合は完全に見えないわけではないということで階段も使えるんですけども、エレベーターもやっぱり時には必要になってくる。その時にエレベーター乗ろうとして何かこう難しいこととかってあったりするのかな？そうですね、強いて言えばボタンがもう最低限上下と、あと番号のボタンだけ覚えてるんですよ。開けるとか閉めるのボタンがなかなか覚えられなくて、なるほど。で他の人が乗るときにちょっとなんか申し訳ないなって思いながら押せなかったりすることがあります。萌子さんの場合はこのエレベーター以外でもっと学内で困難なことがあると思う、どんなことがあるかな？例えば教室の表示、この番号とかがやっぱ見えにくいんですよね。だいたいこの上の方にちょこっと、よく見たらなんか上にカードみたいなのがあるなっていう、で番号もなんだろう、なんか黒いので何か書いてあるっていうのは分かるんですけど、形までははっきり見えなかったりとかするので、もうちょっとこうドアの真ん中あたりにでっかく表示してもらえると助かるなと思います。教室間とか、あるいはその建物と建物移動するときなんかどう？建物とか、そうですね、雨降ってるときとか。雨降ってるときは、やっぱりレインコート持ち歩かなきゃいけないので、屋根がないところちょっと困ります。これ車椅子の2人も当然この雨が降ってる時っていうのは非常に苦労すると思うんですけど、どんな苦労があるかな？やっぱり屋根がないと傘させないので濡れてしまうので、こう学校で送り迎えをしてもらった時も屋根がある場所っていうのは限られているので、そこまで行くにしてもやっぱり濡れてしまうってことで、警備員さんの方にちょっとお話をして、ちょっとここ使わ時だけでも使わせていただけませんかっていうことを
言うと、あのそこまで押してくれたりするケビンさんもいます。優しいですね。たまに困ってたら、あの傘もこう傘に入れてくれたりする方もいらっしゃるんですね。あおくんはこの手が不自由な中で傘を差して動いたりはできるの？基本できます。基本できる。落ちっていうことは、うん、できる。重たいもの、うん、傘ぐらいは、うん、曲がってるから持ちやすいんですね、うんうんうん、J みたいな。あ、なるほど。曲がってるから持ちやすい、なんかまっすぐとか、うん、紐みたいなやつは難しいです、ね、まっすぐ直線とか丸とか持ちて、なるほど。他に学生生活をしていて、ちょっとこれできないなって思うようなことはどんなことがあるのかな？ドアですね。ドア。呼ぶとか、なんか引く手がちょっと。引けない。ドアを引くのができない。なんか押すのはできる。なんか押しはこう最悪。あ、肘で。肘でできるから最悪。できるから引くんだったら、こうはできない。こうできない。じゃあ例えばトイレは、トイレの手前のドアっていうのは押して入るけど、出るときは引いて出ますよね。あれは大変やね。ちょっと大変。なんかドアの丸型じゃなくて、L 字型、ちょっとなんかドアに平行、こういう感じがいい。何かこう出てる方がいいの？で、なんか L 字型、なんか突っ張ってるやつ。出っ張ってるものがいい。L 字型で。なんか。あと引き戸だと、なんかドアとカチャカチャっていう感じが頼りか、なんか L 字みたいな感じでドアとくっついてなくて両方が開けやすいですね。そういう意味じゃなかなかこのね、バリアフリーということを、まあ施設としてはいろんなところでできてきつつはあるけども、細かいところを見るとなかなかそうでなってないところがいっぱいあるっていうことなんですね。そうですね。今日はサポートをする学生2人、ルミさんとそれから、彩子さんにもね来ていただいて、まあこういう学生たち、障害を持っている学生たちが、学内で、まあ、不便なこともあったりするんですけども、まあ、そういったことに対して一緒にサポート2人、ルミさんの場合は、ノートテイク、はい、聴覚障害の学生の、まあ、さっき青くんは代筆と言ってたけども、要約筆記してその、まあ、文章にしていく、先生が喋ってることを文章化をしていくような仕事もしてると思うんですけども、2人はどういう関わりをしたりしてますかね？そうですね、私はまだノートテイカーとしてはまだ活動はしてないんですけど、代筆としては、はい、翔之介くんと前期はずっと授業一緒に週に2回、ずっと授業にサポートして、やっぱりエレベーターの問題、エレベーターの問題は本当に実感してた部分ではありました。私と翔之介くんがこの2階の方でずっと待ってても、なかなかそこの2階で止まっても降りてくれないっていうのはあったんですけど、それを翔之介くんが訴えたことによって、まあ、他のボランティア支援室の学生とか、サポーターの方も障害のある方もみんなでポスター作ろうってなって、でポスターを作ったりとか声かけとかも始まったので、ちょうまだ良くはなってきてるのかなっていうのは最近は。そうですよね。このイラストを描いたのはルミさんなんですね。あ、私ともう一人、聴覚障害の、聴覚障害を持っているかなみが、はい、この文字を描いた、なんかその話を聞いたけども、あ、絵も一緒に合作で、合作したんですね。はい、描きました。上手に描けてるよね。ね、彩子さんはどんな活動してますか？私は前期は6月から代筆サポーターとして助手家さんの授業を週に2回一緒に受けていたんですけど、そうですね、エレベーターに乗るときなんか大抵みんな気づいてくれて先に譲ってくださったりするんですね。で、まあたまに待つこともあるんですけど、大抵は結構周り動いてくださるのでいいんですが、教室に入るときがどうしても13号館の中国語を受けている教室が机が絶対寄せないと席に座れないんですよ。だから毎回周りの方動いて寄せてくれて、通って椅子もどかしてやって、で、まあ授業受けて出るときも同じようにやるんですけど、そのときも大抵その先生であったりとか周りの学生さんが、あ、こっち片しときますとか言って結構助けてはくださるんですけど、
授業の問題で一緒に行けない時とかで、その時は先に修華さん一人で行ったりしてるんですけど、そういう時もなんか修華さんが一人でもちょっと楽に行けるスペースとか幅とかあったらもっといいなってやっぱり思います。あ、幅とスペースというのは結構難しいことが多いなと思ったんですね。今日実はこの番組放送するにあたってですね、学内を営業したんですね今日実はここにいるメンバー全員関わってですね、本館の、事務室ですね、いろんな会計とか学務とか施設課とかいろんなその職員さんが働いてるところ、学長室も訪ねたんですけど、残念ながら会議中でいらっしゃらなかったんだけど、どうだ、なんかすごくみんな職員さんたちこう集まってきてくれて対応すごくなんかよ、ね、嬉しかったですよね。みんなこうやってこの関心を持ってこういう今日はこういう放送やるので皆さんよかったら耳を傾けてくださいっていう話をしたら、もうみんな座っているこの職員さんたちもみんな立ち上がって集まってきてくれて、あ、頑張ってねって言ってくれた。どうだったですか今日ね。結構配ってて、この大学内のサイトにも流してたらしいんですけど、情報、それを見て聞こうと思ってたよって言ってくれたりとか、すごいやっぱり関心のある人も結構多くて嬉しかったです、ね。何かどうだった、今日はこの障害を持っている学生たちも一緒にね、こう車椅子をこうやって行って、まあちょっとこのキャラバン隊のようなね、宣伝部隊を初めてこういう取り組みしてみたんだけど、どうだった、やっぱり皆さんこんなにもこうエレベーターとかそういうバリアフリーのことに関して、まあ職員の皆さんもそうですけど、普段の学生も少しずつ関心を持ってくれることが嬉しいことだなと思って、入る前はすごく不安もたくさんあって、もうちょっと理解を示してくれるのがあんまりこう、そういう人がいないかなって思ってたんですけど、入学前にそれは思っていて、そうですね、いざ入学してみると、みんな優しくしてくれて、私の予想以上ですごくいい学校生活を送らせてもらってます、ね。今日は大学 その先生の研究室のポストにもポスティングを、これを入れた青くんなんかポスティングをしてもらったけど、どうだったポスティングして。緊張しました緊張したのポスティングですごい、なんかポスティングって先生出てこんからっていうちょっとやっぱり材質の場合は、やっぱり、やっぱり教授ってなんか、自分の学科の教授とかだったら、多分自分のこととか産業療法の先生とかだったらみんな多分知ってるから、あと日文とか英米とか全く知らないから、ちょっと先生だとちょっと緊張しますね。緊張まあね、みんな緊張、初めて営業なんて初めてやから ね別に儲ける営業じゃないですけどもね、萌子さんとかもこの一生懸命話をしてね、なんかどうだった喋ってみて、そうですね、ちゃんとこう私たちがこの宣伝に来ましたって言った時に、仕事のお仕事の手を止めて聞いてくださったので、ありがたいなって思います。ね、本当に何かこう、もうみんなこう笑顔で集まってきてくれてね、はい、ああ本当によく頑張ってるねって言ってくれて、すごいこれが大きな、この今日の一つの大きな成果だったし、励みにもなったし、またこれから頑張ろうという気にもなったと思うんですけど、今日はこの学内のね、これまでやってきましたけど、今学外のことをやろうとしてるんだよね、みんなね。学内のことも今こうやって少しずつ空気を変えていって、今いつから始めてるのかな、夏休みぐらいから始めてるのかな、学外から学内にも目を向けていろいろ調査を始めてるというふうに聞いてる。その辺はちょっとじゃあルミさん話してもらおうかな。はい、そうですね、2ヶ月前、大学が始まった頃、大学が休みが始まった頃ぐらいなので、7月ぐらいからですかね、大学の学内だけではなくて学外のバリアフリーの調査もしようということで、この学外の主に道路の方で
この身体障害のある学生や、まあ、聴覚障害のある学生とかがたくさん来るじゃないですか、大学教育施設って。その周りはどうなっているのかっていうことを調査してみようっていうことになりまして、まあ、この今回ラジオにも参加してくれてる友人たちを集めて、みんなで、まあ、とりあえず歩いてみる、でそれで写真で記録を撮ってみるっていうことを始めました。ね、いろんなエピソードがね多分盛りだくさんだと思うんですけど、一旦ここでじゃあ音楽に入っていただけますか。はい、そうですね、ではここで一旦ですね、FM 読谷ラジオを聴きの皆さんは音楽の方をお届けしたいと思いますので、皆さんじゃあちょっと音楽聴いてくださいね。地づくり調査隊はなぜ地づくりなのかってあたりか、FM 読谷お聞きの皆さんこんにちは。時刻は16時29分を回っておりますけれども、今日はここ沖縄国際大学福祉ボランティア支援室からお届けしています。それでは皆さん引き続き後半よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは先生、後半はどういったことを。そうですね、前半では、はい、学内で特に障害を持った学生たちがいろいろ自分たちなりにこの難しい状況を変えていきたい、もう少し勉強を自分たちが積極的にこの学べる環境を作っていこうということで学内で動いてきたことを話をしましたが、後半は学外でいろいろ動いているその話をですね、まちづくり調査隊というサークル活動を、まあ、このメンバーみんなしてるんですけども、その話を入っていきたいと思うんですけど、萌子さんからじゃあいきましょうかね。どういうようなサークル活動なのかですね。はい、そうですね、まあ、先ほどは学内の話を、学内のバリアフリーの話を中心にしていたんですが、もう、まあ、今バリアフリーは進んできているとは言われていますなんですけど、やっぱり障害を持っている当事者からするとまだまだ使いにくいっていう面があって、でじゃあ何がどう使いにくいのかっていうのをもう一回自分たちでこの障害がある人もない人も一緒になって確かめて、それをどんどん情報として出バリアフリーいろいろ進んでるけど、はい、やっぱり使いにくい、はい、何かバリアフリーになってないことがありそうな感じですか。はい、そうですね、設備自体はあるけど、うん、あちょっと違うんだよなっていう部分があったり
あちょっと違うんだな、はい、そのあたりのエピソードをじゃあ今から話をしていただこうと思うんですけど、はい、誰から行く？エピソードじゃあまあ萌子さん、はい、うん、行きましょうかね、はい、じゃあさっき、今さっき話したあの設備はあるけど少し違うっていうことに関して言うと、例えば点字ブロックですね、うん、で点字ブロックがついてる道がだんだん増えてきてはいるんですが、例えばこの色が結構重要で、あの最近なんかおしゃれのためなのかちょっとこう周りの地面の色と同化している点字ブロックっていうのが増えてて、で実はこの点字ブロックは全盲の人だけじゃなくて私みたいに弱視の人も使っていて、で弱視の人は色が認識できる人も結構いるので、そういう人たちからしたらやっぱ黄色がいいんですよ。黄色とか目立つ色、地面とはちょっと違う色でやってもらえると、うん、あの私たちも目印として使えるので、うん、いいんですよね。こういう部分がちょっとズレがあるなと思います。今回のチラシのこの、ね、右上にこの展示ブロックに沿ってですねバイクがずらっと並べられてたりする、そんな場所があったりするよ ね、はい、これはひどいな。ちょっとねこれはもうやっぱ周りの方々の心がけでちょっとずつ変えていくしかないのかなと思っています。今回調査した時にもそういう現場もありました。道路の上にトラックが止まってたりとかっていうのはよくありますよね、うん、歩道そのものにこうバンと入っていて完全に点字ブロックを塞いでるケースとかね、はい、あと雑草が伸びすぎてても点字ブロックのとこまで草があって白状でやったらあれ、うん、なんかあるなみたいな感じになってました。工事現場の、工事車両を通すために、点字ブロックの上に板とかを敷いて、でありましたよね、鉄板があって結構高さもあって車椅子の方も結構、ね、お乗り降りも結構難しい感じになっていて、その現場も見ましたよね、もうずっとあのまま放置されてますよね、はい、自分たちの位置を見てあここ工事現場なんだなって分かりますけど、ただ歩いてて急にその鉄板が現れたりとかしたらやっぱり視覚障害を持っている方にとっては結構つまずいちゃったりだとかするではないかと。そうだよね。なんか選挙の演説でなんか面白い話があったと聞いたんだけどどんな、うん、そうですね、選挙か、もちろんなんていうんですかね、宣伝活動を頑張られていることは重々承知なんですが、実は私たちからするとこの選挙カーの音って周りの他の音がこうかき切れてしまって、であのやっぱ視覚に障害があったら音っていうのが結構重要な情報になるので、普段聞いてる音、車の音だったり人が歩く音だったりっていうのがかき切れると困るんですよ。でそれについてちょうど選挙期間中にこの取り組みを実施したのでちょっと選挙カーの人ともお話をしました。あ、話した、この辺はちょっとルミさんに話してもらいます。あ、ルミさんどうぞ、はい、あの横断歩道待ちで青ずっとね、はい、この選挙してる現場のすぐそばにいて、はい、ちょっと聞いてみようかということになりましてでちょっとお話をしたんですね。なんかうるさくて視覚障害のある方にとってはちょっと迷惑なんですけどみたいな話をしましたら、なんとこの選挙の、一員ですかね、はい、あの講演会の皆さんですかね、講演会の一人の方がストップとかって言い出して、はい、それで選挙演説がね、止めようとしてくれました。止めようとしてくれて、あ、そう、はい、へー、そうなんや。それその選挙演説どうなったんですか。あ、結局こちらが大丈夫ですって自分の方で、ああ、そこまでしてるだけで大丈夫ですみたいな、はい、あ、でもすごいやっぱりそれぐらいやっぱり気持ちはあるけども、それがその自分たちのこの声がどういうことになってるかっていうところまでなかなか自分たちで気づくことがないということなんですね。そうですね、同じようにあのこの、まあ、同じ選挙の、ね、講演会の方々だったんですけど、またもうちょっと離れたところまで調査しまして、横断歩道を渡った時にこの横断歩道のところに車、駐車違反防止の、なんだろう、なんていうの、ポールが立っていて4本ぐらいちょうど車道から歩道へ乗り上げるところにあって、まあ、車も入ってこれないんですけど車椅子も幅がギリギリ入れない、
という場面がありまして、ちょうどその場にまた別の方ですか、同じ選挙ではなかったかもしれないですけど、講演会の方がいらして、あ、ここ通れないんですかみたいな形で聞いてくださって、じゃあ伝えときますみたいなことをおっしゃってくれたんですけど、少しじゃあコミュニケーション取ったらバリアフリーになることはいっぱいあるということなんですね。やっぱり気づいていないだけで、やっぱり皆さんこう悪意があって、あってやってるわけではないんだなっていうのはすごく伝わりました。正之助君とかはどうですか、何かこの調査をしてエピソードある、笑顔でいきましょうね、はい街を歩いてて思ったのが、あのやっぱ段差が多いという段差、はい、うん、が多くて、普通の人だったらまあ、うん、普通に歩けばいいことなので、うん、あんまり気にすることはないと思うんですけど、うん、こういう当事者からしてみたら、ちょっとした段差でも命取りになることがあって、うん、でそれであの危険が生じてしまうことがあるので、うんうん、まずはちっちゃいことから、うん、あの、うん、まあ、直していけ、行ってもらえたらなと思ってます。段差はいろんな段差があるよね。その、はい、歩道と車道の段差もあれば、道路が凸凹しているようなのもあったりするけど、そんなのがいっぱいある？はい、うん、ありました。他にどんなものがあったか。あの普通の坂道なんですけど。うん、坂道。うん、あの普通にこの前進しようとしたら、あの、なんて言えばいいのかな、あの、なんだっけ、歩道自体がこう斜めになっていて、勾配があって、こう目的地よりも先に車道側に勝手に誘導されてしまうっていう場面が、っていうケースが、あれですよね、歩道が掘り込みになっている。